はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジタンにマスタークラウンを入れる際の注意点ご紹介していきたいと思います。ただでさえ貴重なマスタークラウン、誰に入れるか慎重にならざるを得ませんよね。少しでも参考にしていただければと思います。まずは大前提として、決意のダガーを未所持の方はマスタークラウンを入れるべきではないかなと思いました。ダガーなしでは環境トップの火力とは言えませんので、そこは正直厳しいかなと。でダガーを持ってるよという方でも注意すべきは、最大火力マスタークラウンをマックス4つ使って強化したとしても LB は変化し威力が3万しか伸びませんと。でここに表にティーダの服を採用してプラス1万、裏に、アクスターのスパトラを採用してプラス3000、これで威力が、4万3000まで上昇します。ここにダガーを合わせて6万8000のマックス LB までと成長します。ただ2枠を使って6万8000、ちょっと微妙じゃないですかね。バルフレアを想像してもらうと、バルフレアは、まあ、フランとバルフレア2枠を使って最低8万7000は確保してくれます。これはバルフレアの2万が ×3回、そして自身の LB の威力加算6000が ×3回、ソウルオブタイバスを ×3 した数値が8万7000となっております。だからこれと比べちゃうと、ちょっと2枠で6万8000はうーんとなりませんかね。で直近の、まあ、ティーダとかを思い浮かべていただけると、ティーダは1人で5万3000の LB まで上昇させることができますと。これを見ちゃうと2枠で6万8000はちょっとどうなのと思ってしまいました。なのでマスタークラウン、まあ、ただ時短に関しては火力がメインというよりかはデバフ役も兼ねていますので、デバフ兼この火力だったら妥協してもいいと思える方はマスタークラウンを入れてもいいのかなと思いました。時短の魅力は、例えば1ターン目にこのグランドリーサルを使います。そしたら2ターン目にオートアビリティとしてグランドリーサルが発動します。これはステータスのデバフと属性のデバフが発動します。続いて3ターン目、3ターン目にはまたグランドリーサル、防御の88、精神87、属性デバフの155が発動します。最後4ターン目に防御の 89%、 精神の 87、 風の160デバフが入ります。なのでこのデバフと合わせて5ターン目に2回目の LB を使うと。こうすればティーダの服の効果も最大限発揮された状態で2回目のマックス LB が打てるという形になっております。なのでこのデバフをやりながら2枠使って6万8000の火力というのが、ジタンの売りなのかなと思います。なのでパラメキア皇帝持ってないよという方で、まあ、ラフレシア行かなければならないと、まあ、行かなきゃないことはないんだけど、ラフレシアに挑みたいよという方は、まあ、ジタンのマスタークラウン覚醒必須になってきます。まあ、あとはジタンが好きな方、もうキャラ愛で入れるっていう方はもう大賛成だと思います。まあ、僕もノクトとアーデン、もう最近はめっぽう使いませんが、マスタークラウン4つずつ入れてありますので、まあ、このゲームにおいて一番大事なキャラ愛、大切にしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。マスタークラウンを入れる際の注意点、まあ、お伝えできたか微妙ですが、皆さんもね、まあ、ここ気をつけた方がいいんじゃないとか、いやこれだったら入れるべきでしょうとありましたら、コメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。